こんにちは、バランス系チャンネルです。今回はですね、乃木坂46の新4期生弓木奈緒さんを書いてみました。なかなかね、いつも俺の動画で話してますけれども、メンバーはね、テレビとか、雑誌などでよく見て、イメージが頭の中でできてないと、似てる似てないは、ともかく、本当にね、似てる似てない以前の話で全然誰だか分かんなくね、こうなりがちですので、今回もね、頭の中でそのよくイメージして、書いたつもりです。まずは下書きは、鉛筆でやりました。鉛筆はね、昔はHB を使ってましたけども、最近は2H を使って、ちょっと硬い鉛筆を使って、下書きしてます。はい、次ですね。そこに今度は色をつけていきます。はい、まず目から書き出しまして、これもまだね、下地の段階なんですけれども、瞳孔の方は黒で描きまして、周りを赤茶色と焦げ茶色で、色をつけてますが、これで完成ではありません。あとね、細かい上のまつげ、下のまつげなんかも描いておきますが、色を重ねるごとに、だんだんね、薄くなってきますので、後で修正します。それから肌の方は下地塗りで、この段階では、薄だいだいを塗っておきます。次ですね、髪の毛の方は今回ね、ちょっとね、明るい位置をこう茶髪がかっている髪色なので、下地の段階で、今回は山吹色、黄色ではなく山吹色を塗っておきます。それから目の周りにできた影などは、先ほどの薄だいだいの上からシェルピンクを塗り、その上から、赤茶色、あともうちょっと濃くするのに、焦げ茶色を塗っておりますが、焦げ茶色がねちょっと濃すぎたので、次のところで一度消してあります。それから唇の方は、最初桃色を塗りまして、上から薄紅色を塗っておきます。はい、髪の毛に入りました。髪の毛の方、先ほどね、山吹色の上から赤茶色、それから濃い髪の毛の流れを焦げ茶色で描いておきます。それからね、下の方、この辺ちょっと光が強く当たっている部分は水色に見えたので、水色を塗っておきます。はい、今回あとセーラー服なんですけれども、セーラー服といいましても、今回ね、グレーの珍しい色合いのセーラー服なんで、ちょっとね、色をねつけるのが難しかった部分であります。まずは下地塗りで、これ群青色を塗っておきます。はい、さらに、群青色を重ねまして、それからこの指ですね、質感を表現するのに、指先の方はね、桃色なんかでね濃くしておきまして、血が通ったような感じに仕上げます。でね、先ほど言いましたその目の周りの方なんですけど、ちょっとね、茶色が濃すぎるので、少しね消しました。それからセーラー服のスカーフは桃色を塗ってから薄紅色を塗って、ちょっとね明るいね色合いのスカーフなので、上から山吹色を重ねたんですが、どうもね色思った色でないので、最後に、赤を重ねました。で、先ほどね、群青色の上から、グレーのね、制服なんで、セーラー服なんで、ちょっとね、グレーっぽくしようと思って、群青色の上から、ネズミ色を重ねたんですけど、ちょっとね、色が薄すぎたので、濃くするために、また上から、黒で、細かい、縦横斜めの線、ハッチングを入れておきます。これで完成ですね。はい、またね、群青色、
黒の上からまた群青色黒というふうに何度か重ねて、濃い色を作っていきます。それから先ほど言いましたそのスカーフはですね、赤を重ねて濃くしておきます。それから最後に、顔それから指の方は、薄だいだいとそれからシェルピンクを重ねて濃くしておきます。それから鼻頭それから頬の方はね光が当たっているので、消しゴムで消してまた上から重ねてまた消しゴムで消してまた重ねてっていう風に何度か、色を重ねました。はい、であと眉毛の方はね、ちょっと濃くするのに赤茶色を入れてまた、黒でね、細かく少しこう描き足しておきます。というわけでこれでね、完成です。この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。